はいどうも強いというものです。ということで今日も一日一緒やっていきましょうと言いたいところなんですけどはい、えー、今日、えー、とある荷物が僕宛に届きましてふ、まあ、普段僕宛に荷物が届くことってそんなないので何なんだろうと思って開けてみたらあっ,って思ったんで今日はちょっと別の動画ということでねあの、まあ、タイトル見ていただければわかると思うんですが大丈夫だよねなんか住所とか載ってないよねこんな感じで。 ユニバーサルミュージックストアさんからねある荷物が届きましたはいちょっとじゃあ開けてみましょうこれね開けてハッとしちゃったんですけどねそういえばと思って今日だったかってなってね、まあ、タイトルで分かっていると思いますがはいこちらスピッツさんのニューアルバム「ミッケ」というねアルバムでございます今日発売ですね そちらのこれはですねスピッツベルゲンというスピッツさんの公式ファンクラブに今僕ずっと入ってるんですけどその会員しか買えない限定版みたいなやつで一般発売だから CD ショップとかでは売ってないバージョンになってます今日はねそちらをまあゲットした方もまあゲットできなかった方も,もう今からではちょっと買えないので。 ッできなかった方もまあこんな感じだったんだなーって思っていただければと思ってちょっと中身を見ていきたいなと思いますはい <laughs> はいちょっと今撮ったんですけどこんな感じですねあのー、前回の「冷めない」というまあやつもこういうの持ってるんですけど冷めないと同じサイズですねぴったりはい小さな生き物もねなんかこんなんありましたよねそれは確かね一般発売されてるんだよね でもなんか最近3作にある共通してる完全限定版と同じサイズですね。えー、ブルーレイ版買いました、はいまあ,あの裏はこんな感じです表はねもうなんかいろんなサイトとかで出てると思うんですけどこう横とか後ろとかはあんま出てないんで見てください。はいえー まあ、あの今更ね。あの紹介する必要もないとは思うんですけどディスク1がまあミッケアルバム本編となっています。12曲プラスボーナストラックでブランケットっていう曲が入っています。優しい。あの子はねいや夏ドラ僕は見てないんですけど、あの優しいあの子が流れてるとこだけ見てるんですけど、全くあのストーリーとか別に興味ないんで、あのスピッツだけ興味があるんでね。優しい。あの子は長いというとこだけ見てましたけど。 はい、あのー、の主題歌になった曲ですね NHK の連続テレビ小説の主題歌です、えー、そして「まあ、ミッキーはまあタイトル曲で「ありがとうさん」はこの間ね PV がえ出ましたねすごいねあの狭い部屋でね4人が演奏している姿が印象的でしたがなんかねちょっと恋の始まりにね曲調が似てんなと思ったんですけどまあそれはま,あまた別の話ということで。 で4番の「ラジオ・デイズ」という曲はこの間ねラジオで解禁されましたねはいえー、まあ5番から11番「初夏の日」っていう曲は確かあーという「初夏の日と山吹か」これなんかあれでやったんじゃないかなゴースカで去年の、はい、ゴースカゴースカジナビアっていうねスピッツのファンクラブ入ってる人だけが行けるというねライブがあるんですがそこでやった曲ですねで、えー、2枚目がブルーレイはミュージックビデオですね「ありがとうさん優しいあの子ミッケそして「オフショットムービー」と「 ありがとうさんのメイキングとメッセージ映像が入ってるみたいですね。はい、見えるかな。もうちょっと近くの方がいいかな。あ、なんか全然ピントとか合ってないかもしれないですけど、ごめんなさい。はい、<laughs> ごめんなさいとか言って。えっ、ー、と、SHMCD ディスク3ですね。は、えー、あ、ゴースカの CD ですね。あの、冷めないと一緒ですね。冷めないの時はね、スワロテイルバタフライっていうカバー曲が入ってたんですけど、今回はないのかな。お、でもすごいあの選曲が。 うん、あああでも微妙だななのババカカンスっていう曲ありますねカバーがなんか選曲は微妙というかこう何て言うんだろうすっごいメジャーってわけじゃないじゃないですかチェリーもロビンソンも空も飛べるはずもないんで渚とかもねないんですごいメジャーっていうわけではないけどなんかこうファンが歌ってほしい曲はちょっと外してるかなという気もしますが僕的には「え船乗り」。 1>, あの1番の「船乗り」があのはるかのカップリングなんですけど23枚目かなあれ23枚目のシングルはるかのカップリングなんですけどその曲が好きですねはるかより好きです。で「ニシはまあ「トゲ丸」ってあんま聞かないんですよね僕ね。で「赤沙汰な」はまだ CD 化されてないあそうだね DVD では出たんですけど CD 化はされてなかったんでね。 嬉しいですねこれは正直はいでも「8の針インディゴ」インディゴ知恵戦はね僕がスピッツで好きな曲トップ3に入るんで第3位なんですけど3位にインディゴ知恵戦入るんでもう最高ですねはいで「ババロア」ババロアもね嬉しいですね三日月ロックから入ってます桃か桃ねあのさだめ CD ねあのこの間ねまた聞いて聞いたんですけど桃ねなんかね一回一回 いいいててすすごい良い曲だななって思っ思たんですけどなんかこう何回か聴くとね「チェリー」とかと一緒に触笑気味になってしまう感じがありますけど「桃」とかよりはうんなんか「飛び魚」とかの方が好きですけどね僕は。「はいサンシャイン」これもちょっと古い曲ですね「空の飛び方」っていうアルバムから出,、ま、出てますね。いやー僕的にはファースト アルバムのスピッツから例えば全然やんない曲とかね5,000光年の夢とかやってほしかったんですけどまあまあまあそれは無理な話でしょうということでじゃあ早速ちょっと開けていこうかなと思うんですがカッターとか持ってくりゃよかったなね動画もカットしろよっていう話なんですけどうんうんとか言ってなんかこうカットしちゃうとね 動画感が出ちゃってね僕は本当友達にこんなの買ったよって紹介する感じでやりたいんで、はい、ということでね編集の大変さを知ってるので <laughs> 編集のしない口実にしていくというすっごいずるいことしてますけどはいこんな感じですなんかもうこれはもうねずっとこんなかこっちかずっとこんな感じだよねあの小さな生き物からちょっとこんな感じですよね、はい、じゃあちょっと開けていきまましょうお、ま、ずは これな菓子カードかなミッケこれ貸しカードかなはいそうですねスピッツベルリーゲンデジタルおやったあこれダメか見せちゃうダメですはいフォトドライブラリーがついてきますはいではいまあこれは見せていい,い,いよね多分あの本編と一緒だと思うのでまあこんな感じでまあでもそんな長い間見せちゃダメかまあ普通に菓子カードですねどうだろうスピッツのビジュアルはあるのかな 多分最後のページがスピッツのビジュアルだと、はい、思います。こんな感じですこれはでもあの解禁された写真じゃないかなはい見たことあるような気がしますけどもうなんかもう若いですよねもう52位かな全員なんですけど最高ですよねやっぱり何て言うんだろうもともとね老けてたっていうわけでもないんですけどあんまねもともと老けてる人って老けた時にね老けた時っていうか年を取った時にそんな若いねって言われるっていうじゃないですかでも。 ま、ね、政宗とか特にあのー、リーダーとかねはあのー、もともとね結構若い顔だったのにいまだになんかずっと若,若さをキープしているっていうね素晴らしいなと思いますけども <laughs> なんだそれ <laughs> はい、えー、続いてもう一個なんかブックレットがな,な,なんこれなんかポストカードがついてちょっと取ってみようかポストカードセットなんて言ってたっけ 俺がんちゃんと見てないだけ見ないでもあのスピッツのね新婦っていうだけで買っちゃうのでいくらでも1曲しか入ってなくても買うんですけどまあこんな感じで入ってますこれはあれでねあのアルバムの,あの後ろの方のジャケットとこのスピッツのなんかこれ去年のなんかやつと似てんな <laughs> ね去年のあの港じゃ去年じゃねあのサイクルヒット出した時とかのビジュアルにちょっと似てましたけどこんな感じのまあフォトブック 空調のポストカードセットですね。が付いてきます。はい、そして。ついにディスクの方に行きます。まあ、全部取るとまあ、こんな感じでなってます。まあ、中身は特に例えばスピッツロゴが書いてあったりとかはしません。あのルキン4と群青のケースね。紙ケースを取ると13。あの30周年って出て,出てるんですけど、そういうね。あのー、隠し要素は今回ないということでちょっとね。残念ですね。はい。 っていうことで、まあ、これもねあの前回の「冷めない」と一緒の感じですねはいこんな感じです SHMC で裏はこんな感じということでうん特にここになんか挟まってたりとかまあそうだね歌詞カードは別にあるのでそしてこっちが多分 DVD じゃないブルーレイかブルーレイでございますねブルーレイと CD でございますはいこんな感じになってます後ろもこんな感じ で、あ、なんかこれはあ、なんか挟まってると思ったら CD が取れてるだけだった、えー、はいこれがブルーレイとなんかこうすごいねこれブルーレイにこのなんていうの羽虫みたいなの羽物？羽虫みたいなの,の, <laughs> いなの,のあのー、体が印刷してあってくっつけると絵になるみたいな感じになってるんですねこんな感じであでも取ってもあるっていう <laughs> なんだそれ <laughs> っていう感じですけどはいで CD、はい、こんな感じですはい、ということでね まああのこんな感じなんですけど <laughs> 開封させていただきましたが、まあ、全体的にね見てねいくらだったっけこれ手数料込みだと1万円いくんですけどフルレバーはね1万円いくんですけど全然もう1万円もうどうぞどうぞって感じでもうスピッツにいつまでもこう歌って演奏していてくれればね僕はそれでいいのではいということでね今回はねあの いつもの一日一生とか、まあ、僕自身のアーティスト活動ではなく、えー、自分の好きな、まあ、そうですね神と崇めていますスピッツさんの神父、えー、ミッケを紹介させていただきましたはいえー、ねこれからもどんどん聴いて、えー、僕ね、あのー、ツイッターで言ったっけ言ってないか言ってないんですけどあの <laughs> 言ってないんですけどあのー。 12月の、えー、ジャンボリーツアー2019203 2日、えー、当選いたしましたので、ね、あのもしライブ会場で僕を見かけたら何か言ってください <laughs>。まあ絶対いないと思うけどね。はい、ということでね、まあ、声かけてくれたらとても嬉しいです。そして、えーまあ、そんなスピッツさんのまあそうだねスピッツさんが今まで出した作品はほぼ持ってるのでほぼですね、うん、全部ではないんですけどほぼ持ってるので、まあ、全曲は持ってますね。はいほぼ 知ってるしイントロクイズとかもねいつかできたらいいななんて思うんですけど、まあ、著作権的に大丈夫なのかというところもありますがはい、えー、ということで今日は「もしね、あのーうん、こんなスピッツをこんなスピッツいやスピッツ様を聴いている僕の曲も是非聴いてください」ということでね宣伝を入れていくスタイル。はい、えー、ということで、えー、今日もね一日一生はできなかったので明日、えー、ちなみに昨日もできてないんですよ。 昨日はあの僕の、えー、デビューアルバムの、えー、紹介をさせていただいたので昨日もできてないんですけど明日た、えー、3曲、えー、やっていきたいと思います、はいまあ、あの一応一日一生ということでねあ穴を開けてはいけないという謎の使命感がございますので、はい、そしてこ、えー、このねポストカードを <laughs> ポストカードをねあの止めてたこちらを、えー、視聴者の方にプレゼントはしないですけど捨てますけどあ嘘捨てないかもしんない一応思い出にとっておくかもしんないんですけど。 はい、えー、こんな感じです <laughs> 全然もうな何喋ろうかとか考えずね取り出したからもうこんな感じになっちゃいましたがもうこちらのミッケ最高ですのでぜひぜひ皆さんも買ってみてくださいまだねあの通常版初回限定版 DVD 付きとブルーレイありますのでぜひぜひ、えー、全携帯 買ってくださいとは言いませんがぜひ,ぜひねあの通常版だけでも買っていただければと思います、まあ、僕の作品ではないんですけど僕が一番好きなスピッツさんの作品ですのでこちらこちらから、えー、僕からもどうかよろしくお願いしますということでね、まあ、こんなことしなくても売れるんでしょうけどはいということでね、うんえー、もし、あのー、反響があればというかちょっとコメントとかでね、あのー、視聴回数多かったりとかコメントで他のもやってほしいって言われたらまあファースト シングルのひばりの心から持ってますので全部紹介していく,いくなんか動画っていうかシリーズも作っていきたいなと思います他にもねスピッツだけでなくミスターチルドレン n b e 小袋、えー、あとエグザイルさんとかねあのエグザイルさんも色々いろいろ皆さん3代目ジェ o n e r ジェネレーションとかいっぱいいますけどそういうのの作品もね全部持ってますのではい、えー、紹介いつかできたらいいなと思っておりますはいということでねあのー、ちょっと長い動画になってしまったんですけど、えー これミッケがどれだけすごいかということはちょっとはね伝えられたと思います。ぜひぜひ買ってみてください。ということで。えー この動画が少しでもいいなと思ってくださいましたらチャンネル登録と、えー、僕のツイッターのフォローもよろしくお願いしますそして僕が所属しているレコード会社でありますネコガーレコーズというレコード会社がありますそちらもねぜひぜひチェックしていただけると僕の社長が喜びます僕の社長社長が喜びますのでぜひぜひ、えー、そちらもチェックしていただければと思いますということでねまた明日の、えー、一日一生でお会いしましょう明日こそは一日一生歌いますのでよろしくお願いします <laughs> また他のね動画とかも見ていただければと思いますはい ちょっと長い動画になっちゃって、まあ何回もね、同じこと繰り返してますけど、本当に終わります。さよなら。強子でした。また明日。